カカリブブレカットサファイアバーブローチ1920年頃におそらくアメリカで作られた精巧な作りのバーブローチです1920年頃その頃にはこうしたカリブレカットというサファイアやルビーエメラルドなどを 隙間なくセットしたこのように並べたレール状のセッティングのジュエリーが流行りました精巧な作りなので肉眼で見ると石と石の間に全く隙間がないように見えますサファイアの色も揃っていますねカリブレカットは石と石がぶつかり合うように 支え合っているのでセッティングの時に割れてしまうことが多かったため結構当時も人工石がすでにカリブレカットには多く使われていましたそうした人工石とは違った天然石ならではの落ち着いた柔らかな色合いが感じられますまたカリブレカットを使ったジュエリー はアール・デ・コキに流行しましたがそうしたアール・デ・コキのジュエリーを現在南米で成功に作ったリプロダクションがアメリカヨーロッパのマーケットにもかなり流入していますそうしたリプロダクションとの違いはやはり成功なカリブレカットのこうした作り 多くのリプロダクションは結構隙間が空いてしまっている作りのものが多いですそれだけ作るのは難しかったからですねまたミルうちがこのように施されているのもこの1920年頃の両親ジュエリーの特徴ですがそうしたミルうちも南米でも結構復元していますがこのジュエリーのミルうちはそれらのリプロダクションと比べて 比べてもはるかかに細かいですサファイアをセットした金のところにも細やかなミル打ちが施されていてまたダイヤの周囲にはプラチナが使われていますがプラチナのところのエッジには細かいミルグレーンが連続してきれいに施されていますそれはバーの横だけではなく中央のこのサファイアとの境目のところにも 細かく見ちを施されていますね中央の輝きのあるダイヤモンドはオールドヨーピアンカットのものが使われ若干キューレットが見えないようなトランジッションカットのようなものもあるのですがみんな同じようなテーブル面の大きさとの比率ファセットの一つ一つが大きいモダンジュエリーとは違ったカッティングになっています。左右には ローズカットのダイヤモンドががはめ込ままれていますがリプロダクションではローズカットのダイヤモンドがほぼ均一なカッティングをしているのに対しまだこの時代のローズカットのダイヤモンドは原石の形に合わせてファセットを決めているので一つ一つがが微妙に形が違いますそうした一つ一つ微妙に形が違うダイヤモンドをうまくきれいにはめ込んでいるのがこの時代の特徴ですね。 そしてサファイアとダイヤモンドとともに使われているのが天然真珠純白のきれいな無角真珠が12個使われていますそれぞれの天然真珠はよく見ると金の芯で止められた芯止めになっています色合いもよく揃っていますね無角真珠のため深い 真珠層があり、小さくても引き込まれるような魅力があります。現代のカルチャーパールにはない色合いです。こうしたところもリプロダクションとの違いを見るところの一つです。リプロダクションで使われている真珠はどこか白さが、漂白剤のような白さと言ったらいいんでしょうか。変で違和感が感じられます。裏側を見てもその作りはすごく見事です。こうした裏の 開け方なんかを見ても現代物とアンティークとの違いの一つですね。ハンドカットできれいに石に合わせて掘り上げられています。ただ綺麗なだけではなくこの手作り感が時代を経てきたような手作り感これがまた違いでありよく近くで見ると微細な小さな擦り傷がなんかあるのも似せて作られたものとの違いですね。 裏を改めて見るとダイヤモンドのセットされているところはプラチナで使われて中央のダイヤモンドのみはプラチナでセットされていてサファイアのセットされているところは内側も外側も金で作られていますが表から見ると内側はプラチナになっていますこれは金の台座の部分にプラチナの台座を2つ合わせて作られているということが分かります よーく見るとそうですねプラチナと金が合わされているのが分かりますねまた側面を見ると薄いプラチナの板と金が合わされているのも分かるかと思いますついでに留め具を見ると安全ピンのような留め具になっていますこの留め具ですと針の先端が刺さることがありませんこうした留め具は20世紀初頭に 1920、ね、年頃とか30年その頃のものですとバーブローチに多く見られるものでそれらはスカーフ留めなどのために作られたためにこうした留め具になっていますまたバーブローチは横になりやすいのでその傾きやすいことを防ぐためにこのように針の根元が少し太くなっています 根元まで針、布に針を通すことによりブローチが傾くことを軽減している作りですその根元を改めて見ると 18K という刻印が打たれていてこれによりおそらくアメリカで作られた作品ではないかと思われますいい作りですね サファイアの色も透明感がありながらもしっかりと色の濃さもありダイヤモンドやパールと対比的な色のアクセントになっています箱はオリジナルボックスではないのですがこの箱に収められてイギリスから送られてきました小さくとも非常に存在感のあるサファイアのバブロ落チ机の良さにより そうした存在感が生まれていると思われますぜひこの機会にご検討ください詳しくはホームページをご覧になってみてください